10月から再開で。あれ？来ました名護。うん。予定が狂った。2軒閉まってた。でかいね。でかいでしょ。観光が閉まった。アンバター行きます。焼きカレーパン。いただきます。いただきます。トースター。モバイルトースターの？うん。ライターね。カリカリなる？でかい。こんなでかいの初めてね。口の中が痛いんですよ。あ、結構のおすすめがココと塩パン。パン？塩パン。痛い。パンが硬い。久々に、まともなあんバターを食べた気が、このカレーパンさ、普通カレーパン揚げられてるからさ、こっち油さ、ないで。柔らかい。オーブンで揚げてるかもしれない。いい匂いする。辛いの？いや、辛くないでね。でかいね。こんなにでかいと飽きたりしない？お腹空いてるって、うん、それより温めたのも食べてみたいね。絶対温めた。カレーパンはさ、うん、続いて、パンオショコラ。このチョコの味は好きだね。板チョコ？あ、もう溶けてるよ。板チョコじゃなくて痛いんですよ、ね。口内炎の時にハード系パン食べるのやめましょう。どう？うまいね。うんうんうん。うまい。うまい。よかったね。うまい。これは絶対美味しいと思って。ドーナツ。ドーナツはパンに入る？違うよね。甘っけ。考えてなかったって、もう美味しそうってしか考えてなかったなんだ。あ、ヘルシーなのかなって。これもじゃあ揚げてないんじゃない？なんかヘルシーって書いてある。うまい。うまい。パフェみたい。なんか入ってる。なんか入ってる。なんか黒い塊でなんか光ってるのみたいなさ、レーズン柔らかいさ、シャータンだけ。うん、わかる。柔らかいのはシャータンだけね。シャータンだけ脂っこいさ、うん、私的に両方正解かな、うん、こちらは、うん、うまいうまい。さすがおすすめなだけある。このさ、上のさ、なんかこのチョコラなんかわかるけどさ、なんかもうちょっとパリパリしたさチョコが欲しいかもしれない。チップ、チョコチップ、うん、コーティング、コーティングでさ、ちょっとザクっていってくれそうなさ、チョコみたいな。いいね。うまいうまい、うん、次は泣き人参。なんで冷やしメロンパンって押せない？チキンもある。なんか何、塩パンとか本格的かもしれない。二人で行かせる？冷やしメロンパン。泣き人参の麦畑。なんかクリームみたいだね。ね、生クリームかなと思うけど。うん。
コンタクト。ちょうど違うかった。虫歯。虫歯？ちょうどと違うかったでしょ。アイスクリーム想像してたんでしょ。固まった生クリームだか。固まったソフトクリーム。味しないってよ。生クリームだと思う。生クリーム。牛角。牛角？牛角のなんか美味しかった。牛角の美味しかった、うん。こちらは揚げパンです。時間があんまり良くなかったのかな。白い粉が落ちるからさ。なんでそんなスローモーションなの。バリタだったら絶対飛ぶって。揚げパンといえばきな粉じゃない。な、白いけど揚げパンだ。さっきのメロンパンよりはあり。うん、落ちた。うん、うん、ね、勢いくれて落ちるんですよ。めっちゃ落ちてるよ。うん、被害を被るって、うん、物足りないかな。色がすごいね、緑ね。ね、空がさ、黒いから余計明るい。うん、泳いでる。うん、泳げるよ、こっち。うん、昔一回だけ足だけ疲れてきた。綺麗そうじゃないですか。うん、とても綺麗だと思う。こんにちは。9月パン屋さん2回目。2回目、南部は終わった今日でと思う。今日は与那原町の松戸ベーカリーに行ってきました。うん、うん、今日はその場で食べます。うん、何から食べようかな。私はお腹、ね、朝マーク食べたけどさ、チーズなんとか名前忘れたけど、ソーセージとハニーマスタードが入ったパン。そうだよね。お腹空いてるって。うん、いただきます。フランスパンだった。硬かったって思ったより。びっくりしたね。周りが焼けてるから硬いとかではない。チーズカリカリ。チーズという言葉に控えた。
そうです。生地がさ、これサクサクしてるからパンじゃなくてさ、デニッシュみたいな。デニッシュみたいな。見える？まあ、うまい。粗挽きマスタード。温めたらもっと美味しいかもしれない。うん。黄色いチーズ。チェダー。味濃い？の味。うん。うん。ね？温めた方がいいと思う。やっぱトースター、持ち運べるトースターが欲しいって。うん、こっちのあの電源にさ、うん、シガーソケットに、うん、あのコンセントがさせるソケットがあるからさ、うん、だったらできなくもないと思うけど、使えるかもしれん。でもあのワット数的に、ワットだった、電力的に問題があるかもしれんから、やっぱパイ並みみたいなやつをすっごい見つけてしまった。コロコロシュガー、何も入ってないけど味はあるかもしれない。砂糖味とか思ったより自分でチョコレート入れる。うん、うん、あ、そこクロワッサン。うん、クロワッサンのあれに周りをシュガーでコーティング。うん、出来たて食べてみたい。チョコ食べて、これ食べて、チョコ食べて、これ食べてみたい。なんかついてるんだよ。1個20円これ。これ。次のパン。私の今日のラストボス。え、誰丸止めた途中で。あ、食べてみたい。やっぱり。三角チョコパイに見えるよね。うん。うん、表面は砂糖がついてる。中はチョコだけ？うん。もう噛んでまだこの辺りだけどさ、チョコがある。おお、いいね。うん、硬い系のチョコ、クリームだから柔らかい。じゃあのファミマのさ、あれ好きだからさ、うん、うん、なにこれ食べた方がいいと思って。カスターが甘いよ、とりあえず。うん、じゃこのパン、車一回ちゃんと掃除した方がいいと思って似てるんじゃない、サクサク系は。生地は一緒だと思う。うん、うまい、正解だね。生地甘いんだけど、別にクリームとかがあるわけではないわけ、うん、甘いの上の粉じゃない。うん、生地も甘くない、キャラメルじゃない、カラメル。うん、これは今フィニッシュする系だね。もう今度から行くパンで全部クロワッサンとかデニッシュ系に限定しようかな。食べ比べ。うん、だから意外とさ、大きめのさ、ナッツが入ってるね。マカダミア、食感的にはマカダミアっぽい、あの柔らかいナッツ。くるみ、くるみで、なんかくるみっていうのどっかにあったけど。うんうん、うまい。卵サンドも気になったけど、ぜひあのレタスは買いたいけどさ。今日合わせたら3軒、北部2軒と南部1軒行ったよ。じゃあこの3軒の中で、うん、一番美味しかったパン、美味しかったお店、美味しかったパン、美味しかったパン、うん、チャーリーどうぞ。1位、1位は今日行ったところのチョコクリームの三角。今さっきの、あ、じゃあ待って、パンをショコラもしてがたいな。ここのパンをショコラ食べればよかった。あったね、比べるって。比べる、いや、チョコクリームのパンだな、さっきの。うん、美味しかった。パンちゃんは今日の、今さっきのあのミルクのデニッシュと、うん、あんバタが、うん、とても接戦だったんで。そして選んだのが、うん、アンバタです。アンバタの方がでかかったって。今日のも接戦よ、超接戦、うん、少し甘かったかもしれない。この先週のアンバタは、うん、本気度がやばかったって。美味しかった、本格派だった、本気度が高かったって。お店の本気度が、うん、今日のも良かったんじゃない。今日のところなんかいつも外れないからね、来るの2回目だけど、うんうん、ね、前も多分美味しかったよ、思い出がある。あと10、11、12、3ヶ月
で、北部一箇所パン屋さんがないんだよね。緊張だった？ないところはさ、もうしょうがないってよ。もう金日で行く。じゃあ、9月号でした。バイバイ。じゃあ、皆さんお元気で。バイバイ。お元気で。いい1週間を。いい1週間を。うん。じゃあねー。バイバイ。